の妖怪も野山で暮らす妖怪もどちらも懸命にこの世を生きている。この火から供養の世界には妖怪たちだけの楽園が存在するだろうか。ここは百鬼夜行の世界。ここに集まった妖怪たちはもう一つの暮らしを堪能している。妖怪に化け百鬼と共に遊び、碑文の絵巻を作り、百鬼の遺文を記す。そんな世界へ足を踏み入れたあなたは、この絵巻にどんな百鬼の遺文を書き記すのだろうか。